ダメ？ジャンプしない？ジャンプしよ。前だったら見境なしにアンポンターのことやってるか、カッとなって火がついたみたいに怒るはず。ほら、なんなのよ、それは。それは、私に対する遠慮なの？哀れみ？いたわりのつもり？私が目いってるから？田中のこと、自分のせいだと責めてる私がかわいそうだから？それとも不信感、私に対する疑惑、つまり嫌疑？はっきり言えば私が田中と何かしたとかそういうことが気になってるから、それが許せないから。会議ね、決定的な考えに到達できずに揺れている。違う？どうなのよ。その全部？どれでもない？それともわからない？今の勝負、腰が引けてるっていうか、昔の翔子は違ったよ。もっと対等だったじゃない、私たち。少なくとも私はそうありたいと思ってたし、翔子だってそうだったはずだよ。私と互角に張り合おうとしてたよ。そうでしょ？
いじめたくなる。そうやって感情をしまわれちゃうと、引っ叩いてでも引きずり出したくなるよ。昔はよく衝突したよね。でさ、結局最後は翔子が折れちゃうの。根性なしだから。そんなことないよ。当たり前じゃない。うまくいかなくて当たり前じゃない。みんな違うんだから。そうだよ、当たり前なんだよ。私はね、別に翔子を責めたり負かしたりしたいわけじゃないの。今も昔もきちんとお互いに正面を向かい合いたいだけ。だけど翔子は、さあ、違う。言いたくないことを自覚して言わないのと、無自覚に自分をごまかすのとは違うことだよ。違うの、本当に。わからない。どうかな、どうなのかな。私もわからないよ。どこにはわかるのかな。理解してもらえないかもしれない。それでまた私自身傷つくかもしれない。でも聞いて、聞いてほしい。聞いてくれる？私の家族のこと翔子分かってるよね。研究さえできればいいというのんびり屋さんの父と、知り合いにアパートの部屋をタダで貸しちゃう慈善家の母、それからあの頃はおばあちゃんがいた。駐車場から追い出したあのおばあちゃん、おかしいね。思い出すだけで笑っちゃう。おばあちゃんのこと好きだったんだよ。今さら分かった。あの頃はさ、感情的なおばあちゃんより理路整然とした母の方が正しいって思ってた。だから二人の確執はおばあちゃんの方が悪いんだって、そのせいで家がこんなに居心地悪いんだって。素晴らしいとは言えなくてもすごいって思うよ。そうだよ、とっても人間らしかったよ。そんなおばあちゃんが
今はすごく羨ましい。そう、気づいてなかったんだ。私は母の理論の正当性に無自覚に疑いを持ってた。その自分の本当の気持ちに気づいてなかったんだ。そんな余裕なかったし、身の置きどころもなかったし、間に挟まった父の辛さも痛いほど分かってたからね。だから何か特定のもの、考えとか感情とか物質とか、そういうものに固執することが嫌だったんだ。誰かが傷つくから怖かったんだ。何にも縛られず、何にも染まらないで生きたい、生きよう、そんなこと望んでた。そんな時、翔吾と再会した。そうじゃないよ。こだわりたくないっていう考えにこだわってる私って結局自己矛盾だよね。私の方がアホかも。でも翔吾はさ、私とは全然違うよね。そうじゃないって。やっぱり何かを知れば何かを忘れるんだよ。すべてを知れてもすべてを知らないことはやっぱりわからないんだよ。私は今はわかるよ。つまり君は私の持っていないものをいっぱい持ってる。その真っさらな目の中に。あの頃はね、翔吾が漠然と羨ましく思えて、翔吾のそばにいるうちに、いっつも翔吾の隣で翔吾と一緒に翔吾の目を通すみたいに、同じようにものを見て同じように感じていけば私は大丈夫なんじゃないかって、そう思ったんだよね。ごめんね。翔吾がさ、消してくれるって。私の横島な感情も、悪い欲望も、みんな浄化してくれるって。そう思ったんだよ。ごめんね。おばあちゃんが死んだ時、ほっとしてる自分に気づいて怖くなった。私、望んでたんだ。おばあちゃんがいなくなること。そんな許しがたい自分に気づいたら本当にごめん。翔吾をただ利用したいだけかもしれないって、その不安と罪悪感から逃げた。そう、翔吾から逃げた。
どうしたの？誰？出ないの？あの頃にジャンプしよう。できないよね、そのこと。私たちにはタイムマシンもなければ、夢を叶えてくれるロボットもいないしね。取り戻せたら、取り戻すことができないのなら、せめて消し去ることができたら、そうすれば田中は。また会ってしまうこともなかった。私たち会わなければよかったね。そう、私たちは会わなかった。そういうことにする。できない。そんなことできない。捨てられないよ。正吾との思い出をなかったことにするなんてできないよ。正吾と過ごした日々が私の中ではキラキラ光ってる。今も全ての一つ一つがすごく愛おしく輝いてて、この眩しい光がいつでもどこでも何度でもずっと私を助けてくれてきたの。これを取り上げられちゃったら、私もう